コロナ禍の影響で収入が激減した家庭があるにもかかわらず、赤穂市では活動自粛が求められ、子ども食堂の運営が困難となっています。困窮する家庭を救おうと奮闘する団体を、姫路の上杉カメラマンが取材しました。コロナ禍で困窮する世帯が増える中、ここ赤穂市の子ども食堂では新たな試みが行われています。赤穂市刈谷の古民家つなぐ、週に一度貧困や孤立に直面する子どもたちに食事を提供する子ども食堂を開いています。しかし新型コロナの影響で自粛を余儀なくされました。そこで代表の岩崎由美子さんは今年の3月からお弁当の配給を始めました。大体何食分ぐらい？今もう70円。70を作ろうと思ったら結構大変ですね。そうですね、まあ、まあ前日からお母さんが仕込んでくれて、前日大量に並ぶ惣菜、当然盛り付け作業もてんやわんや。何個ですか？とりあえず40ほど、はい、あとここに小前、あのきんぴらと三つ葉をここに置こうかなと思うんやけど。ここはだからちょっと一回入れてみようや、うん、こっちがいいか、うん、あーでもやっぱ入りきらんなおかずがありすぎて。えらい具沢山ですね。今日ね、ちょっとこれあかんな弁当箱。コロナ禍でやはり子どもたちがもう学校に行けないという状況の中で、やはりその食事っていうことはすごく大事なので、まあ、給食もないし収入もないということで、まあ、お米とかお弁当の配布ですねをもう本当に3月から始めました。しかし。支援は十分ではないと言います。収入が減ったとか残業が減ってちょっと生活がしんどいとか、一人親世帯さん特に中心としてすごく支援が必要やなっていう家庭は増えてるなというふうには思います。求める人に必要な手を差し伸べたい、そのために立ち上げたのがつなぐの隣に設立したフードドライブ、その名も隣です。主な利用対象者はコロナ禍で困っている世帯などで、登録すればカードキーが渡され、週に一度午前8時から午後8時まで好きな食材を持ち帰ることができます。開いた、じゃあ入っていただいて。中にはインスタント食品や乾麺といった保存食などが並びます。米っていうのもやっぱり支援、地域の名前かと思ってますけど、田中さんとか。でも本当に1回で30キロ出ちゃうんで、うん、最も大きな特徴は大阪の企業が寄付した業務用の冷蔵庫と冷凍庫が設置されたこと。支援している食材っていうのはお菓子とかそういう冷蔵冷凍のものっていうのはなかなか提供できなかったんですけれども、やはりこの冷蔵庫があるっていうことで、まあ、本当特にお肉とか揚げ物をなんかちょっとね持って帰ってすぐ自分で調理できるっていうものを提供メーカーさんからいただけるので本当にありがたいです。冷蔵庫と冷凍庫があることで支援者からの寄付の幅も広がりました。冷蔵庫ある、あります、買ってきてください。やー、どうしよう、いいんですか。岩崎さんの友人が鶏肉6キロを届けてくれました。食べるっていうことが満たされると子どもさんの心とかお母さんの心も満たされる、少しは満たされるんじゃないかなって、自分も子供を育ててと思うので、子供が大好きな
唐揚げとかしてもらえたらいいかなって思います。お弁当を取りに来たのは岩崎さんが特に気に留めている利用者です。ご利用される方としてはどうですか？すごい私的にも助かってますね。私の弟とか妹とかも毎回残さず食べてくれて、その分私も晩ご飯作らなくて大丈夫で、私もゆっくりできるんで、それ的にも嬉しいし。一人親家庭の彼女は今年高校を卒業したばかり。スーパーで働きながら弟たちの面倒を見て家族5人を支えています。これとかそうそうそう、欲しい。だから今日持って帰れるんやったら持って帰ったらいいし、持って帰りたい。岩崎さんは野菜ジュースや白菜やキャベツなどの生野菜のほか、幼い兄弟のためにアイスクリームなどを袋に詰めて渡しました。この日訪れたもう一人の利用者は夫が大病を患い収入を失った女性です。お母さん、あるある、お母さんここにあるんだろ、自分で見、ありがとうやろ、よかったな、それ好きな、ここ入ってる入ってる、お嬢さんいいか、はいどうぞ、ありがとうございます。岩崎さんは子どもの好きなお菓子を中心に食材を袋いっぱいに詰めて渡していました。すごく助かってますね。もう経済的にもやっぱ落ち込んでたんで、もう国の支援とかもなかなか受けれないような状態だったんで、もう岩崎さんにやってもらってすごく助かってるし、ありがたく利用させてもらってます。はい、どうぞ。岩崎さんが満たしたいのは空腹だけでなく心の安らぎだといいます。食べるものが十分にっていうことができないっていう家庭もありますので、気持ちもね、楽になるかなっていう部分もあると思うんですね、うん、そういった部分で少しでもお役に立てたらと思ってます。コロナ前までの支援世帯は10世帯未満だったのが、現在は40世帯を支援しているということで、皆さんに気軽に利用してほしいとしています。また一方でまだまだ支援が必要な状況が続いていますので、多くの企業の方からの寄付を受け付けているということです。詳しくはアコー子ども食堂に連絡をいただければと思います。